こんばんは。聞こえますか？おお。ハゲって言うな、ハゲって。こんばんは。今日はちょっとね、明日歯医者なんで5時ぐらいには寝るんだが、またこれな、ちょっと仕事前にな、時間ができるわけよ。こうなった時にね、抑えが効かんっていう悲しみを背負っとるわけで、どうしたらええん。俺はどうやってその衝動を抑えたらいいんですか。俺は引退しただろ。いや、これ仕事前に2時間ぐらい空いてしもたら、ちょっとフラッと行ってしまうわけよ。俺も我慢できんのって、こらえれんなるんじゃ、これや。それは病気よ。1パチやったらええんか。じゃあ正解は1パチ5スロ。ピエロなら時間調整しやすい、うん、2時間で何つん。いや、オキドキデュオとかいや、やっぱええ時の記憶が蘇るやん。ちょっと仕事前の2時間ぐらいでフリーズ引いちゃいましたみたいなのがある。そういうね、あのええ思い出だけは覚えとるんよ。嫌な思い出を忘れて。フィロシマ行くだろうって。一発はサラン末期。あっ、そう、ホリンね。今までの画像を見返してみろ。悲惨な結果になっとるわな、そりゃ。仕事前に酒飲むのは依存症なんでしょう。仕事中に飲むんが依存症な。で、またちょっと勉強しとったん、俺は試練の。だからマインスイーパーのな、ダンジョンがあるんやが、これちょっとやってみたいなって思いました、俺。なんかな、あの、壁を掘っていくんじゃ。マインスイーパー、そう。上級のクソゲー。ちょっとやるって。いや、俺、豚リンゴ育てない関係、今は。で、やっぱりね、こう、勉強しよったらな、ええこと言おったわ。ね、ああ、そうやな、その通りやなっていうようなことを言おった。試練で、ね、99回降りるための心得は、ね、めんどくさいことをちゃんとできる人が、ね、めんどくさがらずにやる人が99回到達できるんです。めんどくさいことを楽しんでやれる人はセンスがありますと。あ、その通りですねって自分はなんか、いや、300本絶対作っていきますって。俺は700本作ったけどなって思った握らえずっていうやり方も学んだ。俺はとりあえず、あの、腹持ちは 200% にしろって反面受けたん。受けた。めんどくさいことできる人はパッツルでもハイナできると思う。いや、それは違うんよ。ゲームのめんどくさいはいいんやけど、パッツルのめんどくさいは無理。なんか好きな台しか打たねえ。つまらん台待ってまで打ちたくないです。やりたくもない台。それするぐらいやったらパッツルしません。では行きまーす。ただ打ちたいだけなの。それな。現実世界では無理んご。仮想空間やけん頑張りますって。エラン徹すれば勝てるぞって。そうかもしれねえって。ラグで武闘数えろ。そういうのもめんどくさいんでしません。嫌いです。